国家功労勲章は、フランスの功労勲章、同国大統領が授与する。1963年12月3日に、シャルル・ド・ゴールにより制定された。国家功労勲章が制定された理由は2つ、すなわち、従前政府の各省庁が授与していたスータの勲章を廃止してこれと置き換えるためと、レジオンドヌール勲章の会にあたる営典を、 フランス国民に向けて幅広く用意するためであった。過去50年間で現在の受賞者数は18万5000人、受賞内し昇級したものは30万6000人に上る。国家功労勲章は以下の象徴級内し植民地の勲章と置き換わる形で制定された。ただし、芸術文化勲章、教育功労章、農事功労章、 海事功労省の4種の象徴級勲章は廃止されずに現在も存続している。植民地勲章象,象徴級勲章2018年4月16日にフランス空軍巡賞ジャン・パスカル・ブルトンから国家功労勲章オフィシエを贈られるアメリカ空軍大賞ジェ・レーモンド。レジオンド・ヌール勲章が定める授与基準に満たないながらも 優れた軍事的ないし文民的功績を挙げた、フランス国民及び外国人の男女は、国家功労勲章を授与されることがある。フランス大統領が国家功労騎士団の総長であり、共和国政府の助言に基づく会議によりすべての受賞者を決定する。国家功労騎士団は、レジオンドヌール騎士団と共通の総裁と事務局を備える。 すべての首相は就任6ヶ月後にグランクロワを授与される。後に大統領を務めたジャック・シラクが職権上最初にグランクロワを受賞した首相である。また、受賞者数の半分は女性であることが義務付けられている。国家功労勲章はレジオンドヌール勲章と同様に後当球からなる。二0 1三年十一月一日にストラスブールの国立墓地での追悼式において、 国家功労勲章グランクロア制服章とレジオンドヌール勲章コマンドゥールマサーキを併配したアジズメリアーニ。シュバリエマサーキの理面国家功労勲章の等級別着用法。左からシュバリエ、オフィシエ、コマンドゥール、グラントフィシエ、グランクロア。国家功労勲章のデザインは彫刻家のマックス、レオニャニーが手掛けた。ありがとうございます。